どうもこんにちは、鈴木のりの鈴木です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は、はい、荒れ地のその後の経過について紹介していきたいと思います。はい、今後ろに見えてるのがそうです。まあね、もともと放棄地だったところをね、雑草をね、抜いて、木も抜いて、石も撤去して、で、耕して、今に至ります。で、畝作って、ちょっとほうれん草の種撒いたところまでは良かったんですが、じゃらーんと、はい、雑草がね、もう、たくさん出てきてしまっております。除草剤ね、一応撒いたんですけど、それをね、追い越して、また出てきてるんで、改めてね、除草剤を撒いて、一回雑草をね、根絶してから、野菜を育てたいと思います。植える野菜はね、リーフレタスを予定してます。簢単な野菜を、まず手始めに、やろうかなと思っております。ではね、早速除草剤撒いてきます。はい、どうも。除草剤撒いて、2週間経ちました。で、その様子がこちらです。じゃらりーんと、こんな感じです。はい。まあね、ある程度枯れてくれたんですけど、まあ、枯れてないのもありますよね。こんな感じで。後から出てきたやつら、まだなんか生き残ってるって感じですね。生えすぎなも。まあ、枯れてるのもあるけど、元気ですっていうやつもいるんで、ちょっとね、これだとね、苗を植え付けれないんで、ちょっとね、地上の部分の雑草を、ちょっと描いてから、レタスの方植え付けしたいと思います。じゃらーんと、上の葉っぱをとりあえず刈りました。はい、ここにですね、はい、じゃらん、レタスを植えていきたいと思います。もうね、雑草は生えてきてほしくないんで、とりあえず553を巻きました。ではレタス植えていきます。植えるのはこちらね、赤いリーフレタスです。結球しないレタスですね。レッドファイヤーという品種です。まあ本当はね、畝幅結構あるんで2列でやってもいいんですけど、まあ苗の数がね、ちょっと限られてるんで、今回豪華に1列でやっていきたいと思います。はい、植え終わりました。こんな感じです。でね、ここの畑ね、半分は腐食酸資材撒いて土作りした方です。で、もう片方は、撒いてないで土作りした方です。それでもね、いっぱい堆肥入れてるんで、まあそこそこいい土になってるとは思うんですが、まあその土の比較をしたいんで、まあこっちとこっちで同じようにね、レタスを植えたいと思います。はい、ちゃんと、はい、こっち側にもね、レタスを植えました。で、ただやるだけじゃね、比較にならないんで、これでね、肥料有機化成888ですね。まあ同じ量撒いて、でどれぐらいのね、成長に差が出るのかっていうのを見ていいと思います。で、腐食酸入ってるんでね、肥料の持ちもね、良くなるんで、まあこの、まあ、元肥というんですかね、この1回だけで、まあ、どこまでね、成長するかっていうのを見たいと思います。有機化成888ですね。こんな感じで結構多めにね、化成肥料撒きました。これで様子見たいと思います。
あー、レタスの根の。はい、2,4,5,5匹いました。こんな感じでね、一株の周りにはね5匹ぐらいは絶対いるんで、もしね手でヨトウムシ、ネキリムシを退治する方は、念入りに調べてください。はい、こうなりました。はい、ここは、まあ、リーフレタス植えたところですね。はいはい、ちょっとね夏野菜の管理でほっといたらもうこんな感じでリーフレタス遠立ちがね始まりました。雑草も一気に生えてきました。はい、まあでもね収穫できるやつあるんでそれ収穫して食べたいと思います。品種2種類ありますんでそれもねちょっと紹介します。はい、じゃらりーんと、これはレッドファイヤーですね。はい、リーフレタスの赤いやつです。一般的なリーフレタスの赤いバージョンって感じです。こんな感じで、なんていうんですかね、葉のこの表が赤くて、まあ裏とか中心部は緑っていう感じのリーフレタスです。まあ味に関しては特にあの特徴ないです。一般的なリーフレタスになります。はい、でこっちこれにしようか。はい、じゃらりーんってね、普通のリーフレタスと違いますよね。はい、こちらはパリグリーンっていう品種のリーフレタスになります。はい、こんな感じでちょっと変わってますよね。フリフリしてますよね。葉は肉厚、そしてパリパリとした食感です。で、苦味が少ないだけど甘みは強いっていうね、とにかく味にこだわった美味しいリーフレタスになります。って言っても種袋の内容ちょっと読んだだけなんですけどね。このパリグリーンとレッドファイヤー収穫したいと思います。はい、こんな感じで収穫です。フリフリです。パリグリーン収穫。はい、まあこんな感じでね、荒れ地だった畑が、ね、草ぼうぼうだった畑が、まあ、こんな感じでねちゃんと野菜が栽培できる、そして収穫までできる、そんなところまで行きました。まあつってもね友達しちゃってるんでもったいないんですけど、まあ、こんな感じでね、まあ、放棄地とか荒れ地を畑にして何か野菜栽培する場合は、こういうね葉っぱ系のね野菜育ててみてください。比較的ね簡単に栽培できます。小松菜とかほうれん草とかね。ただね雑草がねめっちゃすごいんですよ。やっぱりなんかいっぱい種が落ちてるのか知らないけど、それで一回ほうれん草失敗しちゃったんで急遽リーフレタスを苗を植え付けしてこんな感じになりました。それでもね虫がねいてね、まあ、ヨトウムシとかいてね結構大変だったんですけどなんとかいけました。まあこんな感じでね、まあ、レタスね比較的簡単なのでぜひやってみてください。でここのね土の様子、とある、まあ、腐食産の資材ここ巻いてるんでどういう差が出たのか、まあ、巻いてあるところと巻いてないところでどれぐらいの差が出たのかっていうのをねまた動画で紹介しますんでまたお楽しみしていてください。てな感じで今回は荒れ地のその後でございました。今後もまたね葉物系をやろうかなと思ってます。はい、まだね瓦礫、礫、石、でっかい石が多いんで、あの根菜系はね作れないんで、まあ上に生える系のやつをやりたいなと思います。多分この後ここは一回ちょっと遊ばせたいんで適当になんか自分が作りたいやつ育てたいと思います。はい、多分スイカとかメロンとかねその辺になるかと思います。てな感じで今回終わりたいと思います。この動画参考になった方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。
はい、じゃあいただきます。まずレッドファイヤーね。レッドファイヤーです。レッドファイヤーっていうか、まあ普通のリーフレタスですね。で、こちらパリグリーンです。おお、確かに肉厚だ。確かにうまいっすわ。はい、じゃあちょっとね、豚の角煮をね、リーフレタスに巻いて食べたいと思います。これをね、こうインして、インってかオンか、オンして、はい、じゃあいただきます。うまい。はい、いただきます。ああ、最高です。ちなみに僕が今ハマってるのがこれ、一番搾り清澄氷点下貯蔵と一番搾り製法で実現した。はい、これがうめんだ。うん、僕ビール好きなんですけど、まあいろんなビール飲んでるんですね。で、最近はなんか一番搾りにハマってて、今年リニューアルしたのか知らないけど、まあ、うまいんですよ。うん。その中でもこの清澄。これがね、なんかね、一番搾りのガツンとした味わいもあるんだけど、その前になんかスンというね、なんかスンというようなね、そういうね、味がしてね、うまいんです。飲んだことない人ぜひ飲んでください。スーパーでは僕あんま見かけないですけど、コンビニでは売ってます。今回リーフレタスの話でしたね。で、リーフレタスすごい簡単にね、栽培できるんで、まあ玉レタスとかロメインレタスもそうなんですけど、レタス系ってね、結構簡単にできる、部類の野菜なんで、まあ虫、ヨトウムシがね、鬱陶しいんですけど、そういうレタス、まあ地域によるかもしれませんが、そういうのに注意してもらったら、荒れ地とか放棄地とかね、いや、まあ、いい土じゃなくてもレタスできると思いますので、ぜひやってみてください。まあ、ヨトウムシの話とかはまたそれはそれで、絞って動画出すと思いますんで、またお楽しみにしていてください。僕は引き続きこのまま晩酌をします。